はい、ではネギ前でおはようございます。というよりね、私今日寝れてないんですよ。今日はちょっと朝から、朝っていうか今まだ4時なってない、3時51分です。ちょっと今日はね、お仕事で撮影でちょっと朝から出かけるので、ものすっごい急いでて、しかもこの撮る暇ないだろうっていう時になぜかカメラを回してる私、先に着替えだけ済ましちゃったんで、今から化粧をしつつちょっと雑談をしたいと思います。マジで急いでます。スキンケア出しします。こういう時に限ってコットンが残り1個あった。ちょっともうダッシュのダッシュです。一応持ち物とかはね、昨日の夜のうちに用意したんですけど、やべえ、ちょっとね、あ、急ぎつつ、でもなんか仕草を素早くするのが大変。これ100均のアイテープです。眠たいなと思って寝そうって思った時には起きる10分前だったとかでね、もうほんまに電車でちょっと寝ようと思って、最近買ったコスメとかもあるから、それをね使いつつレビューしていきます。とりあえずこれもうね、本当にそろそろ買いに行かないと出てこなくなってきた。ポール&ジョーの下地です。ちょうど1年前、24歳の時の誕生日に友達がくれた下地です。これすっごい良かったから、もう一回あの同じやつを買おうかなって思ってます。セザンヌのこの赤み補正コンシーラーでちょっと赤みを抑えます。あの人と喋るときに本当にね、すぐに赤くなったりするんですよ。だから抑えておきます、今のうちに。ポンポンってやって、で次にこのザセムのコンシーラーでクマと小鼻、顎とここになんかちょっとねプツッと出来物ができちゃったので乗せて、これもパフのコンシーラーを伸ばしてる、いつも使ってる面で伸ばします。最近ね買ったコスメとかも今日使いたいなと思うので、それもレビューしつつ撮ろうと思ってます。テカリ防止のやつは後にして、これ最近買ったエクセルのファンデーション、ちょっとね珍しくて縦長になってるものなんですけど、これをちょっと大きめの、これは6プラスのブラシ、この大きめの筆で撮ってやります。雨だからよりやすいかなと思って、だからパフでがっつりつけるより軽くくるくるのせる程度、これだけでも割と肌がしっかり仕上がります。 OK で、これも最近ね使い始めたんですよ。セザンヌ の、 あのスティックチーク、チークスティックの01番のピンクのカラーで、これもねここら辺にトントンとやって、これ結構ねあの濃くついちゃうから、指で伸ばすっていうよりまたパフの使ってない面とかで伸ばしつつ、じゃあ次ケイトのこの、デザイニングアイブローやったかなの一番薄いカラーで彫りを濃くしたい、彫りを深くしたいか、濃くしたいじゃないわ。これがリンメルのアイブローペンシルです。でね、今まで髪の毛とかも別にそんな明るすぎるわけじゃなかったから、前髪で隠れたら別に眉毛も目立たなかったんですけど、今ね髪の毛の色が明るすぎて眉毛が明るくやってもどうしても前髪越しで眉毛が目立つんですよ。嫌だなと思って、これダイソーの最近新しいブラシのやつ、スクリューブラシでぼかして、もう適当です。ケイトのこのもう今ねこれ生産中止っていうか新しいものにリニューアルして、この形はないんですけど、これがね私が持ってるアイブローマスカラの中で一番明るいので、これ。次これもね最近買ってすっごい使いやすいんですよ。赤へんキャンメイクのロイヤルパールアイズ02番で、めっちゃサラサラしてるからこんな感じでアイテープ貼ってても全然浮いてこないんですよ。色がないのでリップ塗ります。リップ今日はねちょっとあんま塗り直す時間がないと思うので、このイブサンローラーのティント、最近ねキャンメイクの3色ぐらい新しく発売されてたを買ったんですけど、それもねめっちゃ色可愛くて、私はピンクのやつ買ったんですよ。別に塗り直す時間がある時とか、あとはこれ塗ってちょっと取れたなっていう時とかはささっとそれを塗ってます。ただ一応今日は下地としてこれを塗って色をつける。これも最近買ったものです。レブロンのなんていうんやろ、テカリ防止のやつ、これがねすっごい良かった。エテセのあのやつも
良くて、あれずっと何本もリピートして買ってるんですけど、あれだったら結構伸ばし忘れとかあって、あのホコリっぽく白くねついちゃうんですよ。ただこれは結構こうやってしっかりと押さえてくれるっていうのと、これ取った瞬間はクリームでベタっとしてるけど、肌にのせた瞬間こうやってトントンしたらすっごいサッとサラサラになって、もう今でね全然ベタベタしないんですよ。これすごい良かった。でも匂いがね、どうしても私ちょっと苦手な感じの匂いなんですよ。ここだけちょっと残念でした。あと今日メイクポーチも持っていかなあかんか。どうしよう。アイライン引いていきます。ラブライナー、はい。で目はあとマスカラやったら終わりです。でマスカラはね、これまた最近買ったものなんですけど、キャンメイクのこのシリーズ、クイックラッシュカーラーやったっけな、名前ちょっと今忘れちゃったんですけど、からこのブラウンが出たんですよ。私目がつり上がっててきついから、ブラックだとどうしてももっときつくなっちゃって、ただこれがねすっごいカールのキープ力がものすごいんですけど、メイク落としでくるくるってやったら他のところ落ちてくれるけど、このマスカラだけ落ちないってことがあるから、結構ねこのマスカラは強力。やっぱブラウンやから、自分的にはすごいこれが使いやすくて気に入ってます。で終わりかな、メイク終わった。いいよ、順調で、このフィアンセのミストをかけておきます。一旦手を洗ってから髪の毛やっていきます。もうほんまにこの色落ちがすっごい早い。もういつも動画見てくださってる方はこれ紹介しつこいわって思うかもしれんけど、デスコムのアイロンです。で今日もまた155度で設定して、前髪一番最初にやって、で次この中側の毛をとりあえずまっすぐにします。で今日はどうせ外ハネにしたところで雨がすごいのでやられるから、もうストレートで最初から出かけます。鬼滅のガチャガチャ、今日はこのハンカチ持っていきましょう。であとタオルと着替えもね今日持っていかないとあかんから大変よ。ちょっとあとでカバンの中身もちらっとだけ紹介します。このね、ここ今いい感じなんですよ。この、わかる？この前髪のちょっと横のところ、こうなってる感じ。前髪ちょっと伸びたんで、なんとなくこの気持ち、手首をこう回して内巻きにするイメージ。であとはもうまっすぐにするだけにします。言うたら今日はね、もうほぼ朝風呂状態、昨日入ったんですけど。でもね、今日アップする動画はもう昨日編集してから今日の準備をちょっとしたので、そこら辺はもう今日は気兼ねなく家を出れそう。こっちもブロッキング軽くして、下側からここからまっすぐにします。雨大丈夫なんかな。今日結構なんか気象庁から注意報っていうか、なんかツイッターで出てたから、そんなにやばいことなるのかなと思って、なんか関西から関東にかけて大雨時々雷雨、大丈夫かな。であと今まで乗り換えたことのない駅とかで乗り換えるから怖い、一人なんですよ。でも電車で一人だったら、乗り物用意したところで一人でなんとかできるから、とりあえず音楽を聴いて紛らわそうと思います。今日ね何聴こうかなと思って、いつも大体一緒なんですけど、多分今日もまたトライセールさんのトライアゲイン、新しいアルバムのやつを聴いたりとか、あとこの前池袋サンシャインでフリーライブでゆうきあおいさんがボイスサンプルのイベントされてて、それ行ってきたんですけど、もうめちゃめちゃ可愛くて、ちょっと語り出したらちょっと今日切りないので、ちょっと話はここで終わらせて、ゆうきあおいさんのボイスサンプルを聞きながら、丸くなった、うん、オッケーオッケー。こんな感じでちょっともう切って、でどうせまたね後で電車乗ってからかな、髪の毛シュシュとかでくくると思うんですけど、今は一旦このまま、髪の毛熱取れてないので片付きそうだからやめて、よし、ちょっと時間が、すごい、カバンの中身紹介しつつ持ち物忘れ物ないか調べます。とりあえずこのカメラは絶対持っていかないと話にならないですよ。今日はちょっとマウスピースとかを外す時間とかもないと思うから、もう外したまま行って、怖いけど、ちゃんと帰ってきたらまた付け直して
でも一応歯ブラシ持って行って、でこのバナナフィッシュのやつはこのカメラを入れます。で PM2.5 対策のこの薬局で買ったマスク、これとあとね、これも昨日薬局で買いました。酔った時に助けてくれるかなと思って、カムカム梅、カムカムレモンみたいな感じの梅バージョンかな。と、まああとはちょっと着替え系でいるもの。でタオルを詰めないとダメなのと、この Bluetooth のイヤホンもかけとこう。忘れそうやから。充電機能ちゃんとした。で、メガネ。どうしようかな、まだ暗いからメガネかけていきたいけど、一旦メガネ収納しておこう。このメガネの曇り止めもね、すっごい役立つから。サラリーマンの方でよく会社とかでね、マスクしてメガネして対策される方はこういうメガネの曇り止めすごいおすすめです。で、あとこのサマトキ様のこのポーチにはこの持ち運び用のビューラーと、あとさっき言ってたこのキャンメイクのリップ、これだけどうしても紹介したい。めっちゃ可愛いんですよ。こんな感じのピンクのリップです。今の色に重ねると赤なんでこっちがちょっと負けちゃうけど、落ちてきた時とかに塗るとすごい可愛いんですよ。今日でもメイクポーチ持っていくけど、一応このエチセのオイルブロックベースもここにいつも入れて、であとは頭痛薬とか入れてます。梅雨の時期なんですっごい気圧とかで頭が痛くなる。そしてスケジュール帳、このペルソナ、これ多分私アマゾンで買いました。これ今日どうやろう、行く場所がね、天気予報調べたけどそこも雨なんですよ。晴れる余地がなさそうで、一応この日焼け防止対策のこのアームのやつ入れてるんですけど、これちょっと今日は我慢し置いていって、これはこれメガネのケースのレンズで、このバッテリー充電したやつも持っていって、あとあやたかが入ってます。これちょっと昨日買って飲みきれなかったのでこれ入れてこうかな。でも今日のために一応もうペットボトルの水用意してるんですよ。これ一応持っていきましょう。髪の毛拭くゴムと、でここには脇とかの匂いを防ぐやつと、あとさっきねミスト状でかけたんですけど、入れ物が違うだけで中身全く一緒のフィアンセのやつで、これちょっとなんか2個入ってた、これを置いといて、なんかもういいかな、化粧ポーチ持っていかんで、どうにかなるか、最悪すっぴんでいいか。あの櫛とか、櫛ちょっと普通のカバンのポケットに入れよう。ファンデーションも一応持っていきます。このポーチは持っていって、あと財布ね、これ私よくぶちまける財布、小銭がほんまに、折りたたみ財布ってなんでこんなに大変なのかって思い知らされる。あとサンダルを入れて、もうサンダル履いていってそのまま、あでもなびしょびしょのまま履くのも嫌やな。シュシュはちょっと一旦入れといて、時計をつけて、ハンカチは今日は鬼滅のハンカチを持っていって、時間はあとちょっとあるか、なんとかしよう、うん、置いていって、マウスピースも今日はちょっとできない、くらいかな。あ、タオルがでも昨日洗濯して無理やから全然乾かんくって、もうガチタオルやねんけど、いいんかなこれ、ここにかけてるようなタオル、ちょっとこれしかないや今。せっかくこの前サンキューマートでさ、ポケモンのカビゴンと、あとピカチュウとイーブイのやつ2枚買ったんですよ、新しく。まあでも一応ね、これここに入れて、タオル1枚でいいのかな、いいか、タオル1枚入れて、着替え系、ここの基本はね多分いらないんですよ。ちなみに今日のカバン、これ多分動画で紹介したことない、どこやったっけな、丸いのカバンがよく売ってるカバン屋さん、ちょっと名前がね書いてないっていうのと、そのお店の名前忘れちゃったんでちょっと分からないけど、一応こんな黒のすごい仕事できそうっていうか、もうすごい重たい、おいしい、お茶より水持っていきたい。とりあえずざっとこんな感じになりました。あとはボールペン忘れてた、ボールペン入れてレッツゴーでいけるはず。 iPhone まだ充電中やろ、分からへん、何がいるんやろ。とりあえずカメラと財布と着替えさえ持ってたらなんとかなるから、サンダルかでも入るか、入るけど閉まらんな、もう諦める、あちょカメラ見るのか、わ大変。ということでちょっとバタバタしたんですけど、今日はこんな感じで今から出かけてきます。まあ、家を出るまでねあと10分ぐらいかな、うん余裕があるんですよ。5時前ぐらいに家を出て行ったら間に合うので、よかった、間に合った。
ってことで皆さんお付き合いいただきありがとうございました。ではちょっと朝から頑張ってきます。それでは皆さんもお仕事学校頑張ってください。また次回の動画でお会いしましょう。毎度。